はい、お疲れ様です。まあ、無事にっていうか、まあ、2連勝できたのは、まあ、すごいチームにとっても上位に食い込むのに非常な大事な一戦だったと思うし、まあ、チームとしては、まあ、やりたいことが、まあ、その 100% できたかって言ったら、まあ、できてはないんですけど、まあ、でも勝ちは勝ちなんで、まあ、そこはプラスに捉えてまた反省点生かしてやっていきたいなと思いますし、まあ、個人的にも開幕戦の鈴鹿以来の出場で、まあ、結構個人的にもやっぱ悔しい思いとか、まあ、いろんな葛藤する部分もあった中で、まあ、今日急遽出番が来てやっぱ結構結果を出せたっていうのは自分にとっても大きいし、次につながるのかなと思います。またいい準備して次勝てるように頑張ります。お疲れ様です。ちょうど1分ぐらいですか。全然切らへん。